若い人々はたくさんの助言を持っておりますがその助言は人から頂くものではなく自分自身が苦労し戦ってその中から生まれている助言こそ本物だと思っております皆さん大いに考えて大いに戦って人生の中で素晴らしい助言を自分の心の中から叩き出してそれを皆に全世界にまき散らしてそして 素晴らしい人生と素晴らしい世界を築きたいと私たちは通説に思っておりますので皆さん大いに一緒に戦いましょうそれが私の芸術家としての一番大切な自分の思いであります私の次に続けてくる多くの皆さん私は芸自身芸術の先生ではありません皆皆ささんんに臨むところは皆さんも 大いに自分自身を開拓して素晴らしい人間像をあなたの一生の間に立ち上げていきたいそれは芸の力を持ってその創作の中から生まれ出てほしいというのが私の願いですがこれは結局命を込めた私の性の賛美そして人間愛の最高の素晴らしい世,世界を作り出したいといった 私の切なる願いによって私は芸術家として今も生きております。